こんにちは、はるにゃんです。今日は、カラの新曲ステップのはらちゃんのメイクに挑戦してみました。はい、ポイントはやっぱりこの明るい色のピンクリップだと思いますね。私も多分、こんなに明るいピンクのリップをしたのは初めてだと思います。ですが結構これは、目立つので、私もステージがある時とかこれから塗ってみようかななんて思ってます。ということで今日は、カラーステップグーハラルック、挑戦してみましたのでスタートしていきたいと思います。それではスタート。それじゃ今回も頑張っていきましょう。まずはいつものようにアイシャドウベース塗っていきます。そしたら今日はこのケイトのパレットを使っていきます。こちらのまずは薄いブラウンを使っていきます。次はこちらの濃いブラウンを二重幅に塗っていきます。そしたらちょっとグラデーションつけたいのでブラシで丁寧にぼかしていきます。次に眉下のハイライトはマットな白を使っていきます。次は、ペンシルアイライナーで、上のインラインと下のインラインを入れていきます。そしたら次はメインのアイラインなんですけれども、今日もちょっと 裏技を使っちゃおうかなと思います。薄めのアイブロウでちょっと角度を下書きしてからアイラインを描きます。今回はちょっとぼかしたりするので、こちらのいつも使ってるクリーミーライナーを使ってメインのアイラインを描いていきます。こちらのアイライナー用のぼかしペンでぼかしていきます。これはアイライナーとぼかしペンがついたアイライナーです。次にさっき眉下に塗ったハイライトのマットなホワイトシャドウをですね、こちらの目頭のくの字のところからここまで、ね、塗っていきたいと思います。次にマスカラを塗っていくんですけれども、マスカラは、ボリュームとロングが出るようなメイビリンのマグナムボリュームエクスプレスを使っていきます。上は、カールがあるように塗っていいんですけど、下まつげは、そうですね、黒目の外側ぐらいまでのまつげは派手めに塗っちゃっていいんですけど、そこから先はあんまり塗りすぎないでください。次にノーズシャドウを塗っていきます。ハイライト塗っていきます。
はチークなんですけれども、今回のステップのハラちゃんのチークは結構広い範囲で、しかも結構濃いめなピンクのチークをつけていると思いますので、ピンクのチークを2色使いしてやっていきたいと思います。まずはちょっと淡い感じの、ピンクを、頬全体に飛ばしていきます。次はちょっと濃いめのチークを頬の高いところにほんの少しだけ乗せて、ぼかしていきます。そしたら次はリップクリーム塗っていきます。次にメインの、リップなんですけれども、こちらの唇の色をですね、ちょっとリップコンシーラーとか、リップコンシーラーとかがない方は、ファンデーションとかでちょっと赤みを抑えてから、ピンクのリップを塗っていきます。で私も、今リップコンシーラーがないので、ファンデーションでちょっと赤みを抑えます。次にメインのリップ塗っていきます。リップはじゃじゃん、ミックスの、リップなんですけど、こんな明るいピンクを塗っていきます。